ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、海夏です。プレステ4版のサイバーパンク2077その13回目の配信です。引き続き、アクト2のメインジョブを進行中なんですが、ようやく竹村とね会うかなと思ったらまた、ジュディそしてパナムさんからね連絡が来たので、で多分これ進めるとアクトが進むと思うんだきっとね。なので先にを潰しておきたいなと思っております。まあ多分次元式とかじゃないからね、仮にアクト3になっても大丈夫だとは思うんですけども、まあとりあえずねヒロインたちから攻略していきましょう。マーボさんいらっしゃいませ、こんばんは。おすすんすすんすんで夜にジュディのアパートに行かなきゃいけないから時間を経過しなきゃな。夜って何時かな、14時くらいでいい、14時間か。はい、しおりさんもいらっしゃいませ、こんばんは。ありがとう。さあ、はい、誰、ピザが冷めるぞ。あ、この人あれか、あのエブリンとかの知り合いか。みんなキッチンだ。了解する。こっちはアロキシクラウドで一番の古株よ。この人どう思う。この人多分初対面か。この人はメインジョブ中に会いましたね。で、あと一人、あの前回のねサイドジョブでいた偉そうな女の人、あの人もね仲間になったんだよね。ジョニーはここにいる。スツールに座る。これこれ。イナゴペパロニピザを頼んでた。じゃよく続いたね。よろしく。ビークラウドの件聞いたよ。もうなんで私あの日休みだったんだろう。夜は深夜2時、それは今の時間です、ね、夜は19時くらいからではそうみたいですね。それくらいかなと思って8時頃にしました。ドラクエソードって今日するんですか。特にねあのキリがいいとか考えてなかったですね多分今日からやりますよ。トム調子はどう。調子はどう。まあまあかな、落ち込んではいるけど。エブリンと親しかったしね。ほんと同じなんだろうね。なんか選択肢の中にあんままともなのがなくて一番良さそうなの選んだんだけど。これでも私自身イナゴは食べたことないな。エブリンとは親しかったの。エブリンとの関係。でも本当はまた会えて嬉しかったのよ。それがあんなことに。ほんとね。あら来ましたか。死体の匂いって消えない。あなたはよく出くわすんでたの。相変わらずの態度ね程度平気そうだから。フォレストが仕事に来てないんだけど。食べた。なんでだろうな。病気か旅行中じゃない。お前でも悪いんじゃない。宝くじを当てて。手について話したいんだけど。鼻から踊り食いってどういうことや。改造したの。これを使ってドールに運動。つまり全員トップクラスのソロ並みに動けるよ。をしながらそんな技術を身につけてたなんて。ここは禁煙よ。吸いたいなら外に出て。すればいいじゃん。窓際に行く。のところ構わず吸う人は好きじゃねえな。効果はトムが実証済みよ。のサイバーサイコシスのような状態になる。副相手に人格を変えてるのと同じだ。いろいろ選択肢あるけど能力値が足りなくて見れませんね。どうしたの。こんなのどうやって思いついたの。マナー大事よね。どうやって思いついたの。行動チップの仕組みは国に改造できそうだって思ってたのよ。マイコと会った時にすぐ思いつかなかったのが不思議なくらい。にあれだけカメラやマイドールのチップは全部すぐに取り外されてた。実際に見ないと信じられない。実際に見てみないと信じ。その言葉を待ってた。トムと戦う。カンフー訓練用のバーチャルだって。お、なんだろう、なかなかね。どうかなまあなかなかねでしょうが。例えば皆さんとマーボさんの桃鉄10番勝負とかコラボで見てみたいな。あーマーボさん桃鉄持ってないよねなかなかね。武器の露天位置で。でも本気でこの計画を進めるつもりならマジの動きを見せてよ。今とて見せたでしょ。あんなのは手品。戦闘技術が見たいの。幸いその道のプロもいることだし。あ、結局戦うの。ビー気に入ってんだから部屋をめちゃくちゃにしないでよ。トムの戦闘スキルを試す。倒された。すごいぞ今の見たか。見事なもんね。ジュディ、クイーンとして売り出せば主流国で一番リッチなジュディになれるでしょう。
世界にはただでさえ殺人マシンが溢れてるんだから、これ以上増やしたくない。この件が済んだらチップは破壊する。まあ残しておくもんじゃないな今のは。年越し配信用に買うなと思ってた。あれ買うことになってんの、マンボさん。桃鉄十番勝負。私の時間はすごく貴重なのよ。数少ない YouTube 友達との別れになるぞ。それは私のことかな。私はゲームの結果によって友情を破壊することはおそらくないと思うよ。おそらく。満足した、舞子さん。それで上出来ね。に入ります。素直じゃねえな、やっぱ舞子は。前衛が3人と警備とタイガークローザー相手なら圧倒できる。奴らを一人残らず無力化して追い出したら、クラウドは私たちのものには最後通告をする。クラブに二度と顔を出さないと誓えば売り上げの一部を渡すって。店の運営に口を出さないこともね。そんなことだと思った。中途半端でイカれたプラン、先のことが全く読めてない。店の警備を排除してもクローズが増を起こすだけ。ヒロミ佐藤と話しつけないと。その場のやつ倒してもね、結局ボスがいたら変わりないから、ボスと話しつけないとな。年越し配信したかったけど多分できない。あーそうなんだね、仕事なのかな。お疲れ様です。まあ要因関係だとどうしてもねっていう話をコラボの時も言ってたよね。対策会議で発生しないといいね。ヒロミ佐藤、誰それ。ヒロミ佐藤、何者。めったに姿を見せないくせにくしゃみ一つ見逃さない。クローズの一員だから信用されてるし発言力もある。なるほどね。説得するのは難しいでしょうね。弱みを握って脅しをかける。そいつはどこに。そのあの男は旧ペントハウス。家では常に室内に中に入る方法を考えてみる。トムとロキシーも一緒に行くの。トムとロキシー二人にはクラウドの方を2点同時攻撃。気に入った。を示せる。コーポレート専用、これ選んどこうか。うまくいく。驚いた。あなたも思ったより頭が回るじゃない。どう、ビー、トム、ロキシー、考えさせて。人を殺したことなんてないから。俺はやる。本気でやろうと思ってないだろうな。人形に付き合ってこの体を危険にさらす気か。殺しは避けたい。できること、その必要がないことを祈りましょう。ヒロミを圧倒して晒し者にさえできれば、幹部は彼に見切りをつけるはずよ。任せて。任せて、ジュディ。協力するって言ったでしょ。ありがとう。感謝するのはまだ早いでしょ。ヒロミとの面会を取り付けるわ。 2,3 日時間をちょうだい。 2,3 日ね。じゃあ 2,3 日後か、今度。ちょっと待って、マイコ、送ってってよ。いいけど黙っててよ。アプリでもオプションの低遅延プレイヤーチェック入れられるようになったから、だいぶコメントのラグが短くなった。怖くなった。携帯でもラグが減るのはありがたいね。感謝って言えば、私がお願いしてることって本来なら報酬を払うべきことでしょう。助けるって申し出は嬉しいけど、ちゃんと正規の報酬を払うよ。そうさせてくれる。冗談はやめて、助かるよ。お金困ってない、冗談はやめて。冗談やめてよ、ジュディ。話はおしまい。ねえ、B、大丈夫？じゃねえな。B、調子が悪そうだけど。もう大丈夫よ。大丈夫。もう大丈夫。前は5秒ぐらいだったのが2から3秒にはなってる。ああそうなんだね。単に私の反応が遅いだけかもしれないね、それはね。まあ YouTube だいぶ早くなりましたからね。気にしないで、もう良くなったから。リー集中してよ。レリックのせいで死にかけてる。これ言っていいのかな。 言っとこうか。エブリンが持ちかけてきた。レリックの強奪計画を覚えてる。忘れようがない。あの生体チップにはジョニー・シルバーハンドの意識が保存されてたの。彼の記憶痕跡で絶賛上書き中。それマジ？つがら。そんな、何か打つ手はあるの？そう願うしかない。すっかり遅くなっちゃったね。ソファーで寝てっていいよ。はい、池さんこんばんは。挨拶ありがとうございます。池さんへの挨拶もありがとうね。そうですね、ツイッチでやばい時10秒以上っていうか、なんだろう、ツイッチって普通パソコンで見てても10秒くらいのラグが
あるから、多分携帯からだと15秒とか下手したら20秒くらい出ててもおかしくないんじゃないか。立ち上がる、もたれかかる。じゃあちょっとゆっくりしていこうか。そうする、ありがとう。そうさせてもらおうかな。金スマホからでもマシな気がする。なんかアップデがあったみたいですね。まあ、今いろんなところ他の配信サイトもね躍進してきてたりもするから、で YouTube もだいぶ押してきてるからね、少しでも対策しないとっていう感じなのかもしれない。おはよう、おねぼうさん。用事があってさ、起こしちゃ悪いと思って朝食を用意しといたから召し上がれ。なんて優しい。ありがとうジュリー。テックの山すごい。これか、骨董品を集めた博物館みたいだな。もう飾ってもらう。まあ、いい趣味してんな。骨董品ではある。一つを覗いて。どれの？その気配が。ロボットにも詳しいみたいね。ロボットか。こいつはすげえな。プライベートでも機械いじりかよ。これがジュリーなりの心の落ち着かせ方なのね。フラググレネード。さあ朝食をもらいましょうか。これコーヒーとハムチーズサンド。お、うまそうや。多分 IH 的なものなんだよねきっとね。じゃあ出ましょうか。神様でもいるのかな。どうだろうね。どんな曲だっけ。なんか曲あったよな。建物を出る。はい。なんか冬の定番だよね確かね。では2、3日後ということなので、ここでひとまず終わりかなこっちはね。あ、では、友の力を借りてアルデカルドスパナマさんのサイドジョブですね。もう一人のヒロイン、もう一人のヒロインのパナマさんは前回ねちょっとすり寄ってみたというかね、お近づきになろうとしたら友達でいましょうって言われてしまったからね。果たして今回はどうなるのか。で今回もまたね、このアルデカルドスのリーダーのソウルに関することで呼び出しを受けました。ごめんね子供にぶつかってしまった。ダメだ、キャンプに残るんだ。30分おきに巡回して、俺そいつがいる。禁じられて仲間を入れてやるのに、わざわざ話が全く見えてこないんだけど。話が全く呼び出された途端。冗談じゃねえぞ、そらしリスクが通るの。手をこと放り出す機会か。ずいぶんそっけない返事ね。もっと話し合ってみたら。いや、音などない。あと1時間でバイオテクニカの連中が来る。今はおとなしくしていろ。俺の野郎、信じられねえぜ。企業にいいとこ見せよってのか。バイオテクニカとの取引はなくなったかと。バイオテクニカの取引はなしになったのかと。僕はまだやる気でな。アルデカルドスが約束を守るのを証明したいんだと。畑の経営、そんなの私たちがやるし、これからも喜んで企業にこき使われますって証明。ただその企業とのパイプを作ることによってこのキャンプを守ろうとしてるんだよね今ね。一応断っておくが、お前をこれに巻き込むつもりはない。え、呼ばれたのに。協力してくれると助かる。それは事実だ。あ、だよね。バシリスクってのは何？2060年代のジャンク品。連中はそれをまだ需要のある発展途上国に払い下げようとしてんの。そいつがすぐそばに出す手はねえ。なるほどね。出ようか、パナムのアイディアでしょ。パナム鋭いね。レオールはあそこまで怒らない。思いついてたならきっと素晴らしい作戦だってマークし立ててただろうよ。いや、そこまで小さいやつじゃない。不病なんだ。ちのためだと思ってる。なんだかんだパナムはソウルのことを、なんだろう、尊敬してるというか信頼してるよね。どうしたっていうの。ソウルと仲違いするほどの価値があるの。ソウルの機嫌よりも重要ってわけね。無事手に入れば何もかも元通りになる。俺たちは崩壊寸前でバイオテクニカの言いなりになったら、いよいよ誰にも相手にされなくなる。この計画をソウルに隠れて実行するためってわけね。キャシディ、テッド、キャロル、ボブもこっち側。ソウルはどうしてバシリスクの件に反対なの。ソウルはどうしてバシリスクの件に反対なの。ミルに目をつけられるんじゃないかって。バイオテクニカ程度の企業ならコビ売って戻りゃいいんだ。運送業さ。まあ裏で生きるか表で生きるかっていう違いかもしれないな。ソウルとは仲直りしたと思ってた。ソウルとは命の危機じゃないと仲良くできないみたい。そう、あんたはソウルの命を救った。
なのにまた揉めたいっていうの？助けてやったのに私の意見をことごとく無視するからだ。また振り出しに戻ったってわけ。ああ、能力が足りなくて一つ選べないけど、計画は？どうやって奪うのか聞かせて。来てくれるんだ。まだ手伝うとは言ってない。じゃあみんなと話そう。あ、ついていこうか。前回もね、こっちのサイドミッションは時間かかったからな。ここにいるメンバーだけ。一緒に来るのはベテラン4人だけ。他のメンバーは話してすらいないよ。ソウルにもかなりリスキーな話に警備がついてないとか。俺たちは世界上国の紛争に持ち込むアメリカで、俺らが立派に役立ててやるよ。まあ抑止力的な感じか。ダメだったろ。ええ、みんな聞いて。声が震えてないか。うるさい。鍵となるのは101号線の踏切だ。そこで背後から襲い離脱する。質問のある人は。上出来だ。パナムがソウルに不満なのは知ってるけど、いい、ね、あんたたちもみんなパンみたいにソウルに不満を持ってるってわけ。何年か前は企業の仕事なんてだったからな。ソウルはここんとこそんなことすらわからなくなってるんだよ。まあリーダー特有の苦悩かもしれんね。どうも話がうますぎるっていうのもあるね。協力する。 OK なの。分かった。まず駅まで移動する。そこにある機関車で進路を封じるの。どうする？一緒に乗ってく？一緒に行く。一緒に行くよ。よし、早速でよ。なんか珍しく声が震えてるな。そんなことない。汗でびっしょりだったんだろう。うるさい。回収できるものを回収していこうか。おい、そのソウルは一体どこ？説得するようパナムに頼まれたのか。どこにいるソウル？ソウルどこにいる？ソウルどこにいる？ソウルと話すつもりなかったんだけど。どこにいたんだ？あ、この人いたわ。どうしてバイオテクニカとの取引に躍起になってるの？バイオテクニカとの取引はその仕事のことを見下してるか。そりゃ俺だってできるならもっと派手なことをしたい。だがパナムと違い、俺はこのクランのひどい現状を分かってる。新しいホイールのことなんか考えんだろう。まあどっちも自分たちのことを考えてんだよな。パナムはこのことを知らない。バシリスクを奪うなんて無謀よ。パナムはこのことを知らない。あんたと話すとは言ってない。ほう、一体何が言いたいんだって。パナムはキャシディたちを説得した。口出しはしたくない。はい。バシリスクの件だけど、パナムはキャシディやキャロルたち数人を引き入れたよ。クソ、まだわからないのか。勝手な行動をやめるんだ。パナムは良かれと思って。パナムは何も。あんな計画はありえない。パナムのことが心配でコーポレート知りたいだろうと思って。そうね、知りたいだろうと思っただけ。あいつは俺を追放したがっているようだな。パナムだってクランのためを思ってるのよ。追放したいわけじゃないんだ。させてどうするんだ。ではまたな。話を切られてしまった。ソウルのメッセージを。まあどっちも自分たちの未来を考えての行動だけど、新しく生きるかこれまでを貫くかっていう、その違いですね。どっちがいいんだろうね。そこになんかある。サイバーウェイをちょっとだけ見ようか。なんか新しいの入ってる。あれ、この人じゃなかったっけ。サイバーウェアは、あ、違う、こっちか。あ、なんか追加されてるかな。おや、気のせいか。なんかつむじが鳴いている気がする。あ、起きてるな。まあ大丈夫か。きっと嫁ちゃんがなんとかしてくれる。あー、そういえば気づかないうちにお金が結構溜まってるね。15万溜まった。なかなか溜まんないなーってずっと思ってたんだけど。何気に何か追加されてますね。シナプス加速器、クールダウン60秒。時の流れが 25%。あれ、これ、ただだ。交換しとこう。ただなら。免疫系変わらず、循環器。お、なんか追加されてる？これは、いらない。ただほど嬉しいものはない。そうだね。ゲームだったらね、リアルだと、裏を考えてしまうな。メモリーブースト、敵を倒すと瞬時にサイバーデッキのラムが2回復。はいはい。アップグレード。毎秒 0.1。
あれこれ追加できるかな。ドローンロボットメガに対して当てるダメージ 20%。 あ、つけれた。いいねいいね。そう、リアルだとね怖いですね。どんな裏があるのって思っちゃうよ。各系は何かあるかな。土地重量をさらに上げたかったりもするけどね。こんなとこかな。トールさん、トールさん、トールのメッセージ、なんのこっちゃい。乗る。いつも早く AR 機能付きのメガネが普及しないかな。あー、なんかそういうのいいよ、現実が目で見えるっていうの。ただまあ普及はなかなか難しい気もするよね。特になんか交通事故とか頻発しそう、それのせいで。あれ、パナムさんどこにいるんだ。メッセージを待つになったの。パナムどこ行った。なんかこっちの方に行ってたような気がするけど、一緒に行くにしてたけど、おやここが止まってしまっている。もううんざりだって言われた。新しい契約、ソウルブライト。これだし、残念ながら条件は受け入れられず契約は無効になったって言ってるけど。第3の選択肢。お、スコーピオンだ。今は亡き。あまりうまくいってないのでは。ボール家電はレクサとかに繋いでたら、停電で止まってエアコンの電源の入れ方がわからないとかツイートで回ってたけど、そんな事故ありそうだもんね。ああ、確かにね。それはあるかもしれない。冗談でしょうとは思うけど。エアコンの付け方わからないとかさ。でもなんか手動スイッチあることを知らない人は結構いるかもしれないね。あれマジでさ、これ進行がわからない。進行方向が。それじゃやられ。何件いたこれ。本体にスイッチあるの知らない人多そう。ああ、そうだね。特に自分で掃除とかしない人。今なんか自動で掃除する機能とかもエアコンについてるよね。そういう人たちのためなのかはわからない。これどうしたらいいんだ。時間経過しないとダメかな。1日経過させてみよう。よくもあんなことした。どうかした。本当は別れとも告げ口以外に思い当たる節がある。告げ口怒られた。ソウルはなんて。あだよ。あら、それで満足。ごめん、軽率だった。ごめん、話しちゃダメだったんかな。絶縁してしまった。ロードですね。どっからだ。どこからだろう。絶縁、超激おこだったわ。多分ここにソウル映ってるから、これの前だよね。ソウルと話す前。ロマンスが遠のいてしまったよ。そりゃあパナムたち消えるよね。見えて実は死ぬほど簡単な仕事さ。コンボイにはほとんど警備がつく。こんなことにもなるんだぞ。でもどっかの途上国の紛争に持ち込むのは間違ってる。ここからこのアメリカで俺らが立派に役立ててやる。そうそう、あの一発で NG になる。ジョブ失敗になる選択肢がね、たまにあるから。じゃあみんな聞いて。ミリテクワブ。とりあえずこれは見たから飛ばしましょう。質問のある人は。分かった、協力する。一緒に行くにして、ここで一旦セーブしようぜ。そもどうやってなくしたんだ。増えてたと思うからね。だろ、そんなことは違う。うるさい。本当に痕跡は残してないんだろうな。疲れたらまずいぞ。得するようパナムに頼まれたのか。あんた、ほう、それで一体何が言いたいんだって。バシリスクの件だけど、ハディやキャロルたち数人を引き入れたよ。くそ、だわからないのか。あれ、これ選んだつもりないぞ。ロードロード、どうせアイテム取ってたら勝手に選択肢選んでたんだけど。ダメだよ、決定ボタンとアイテム取得ボタン一緒だからな。俗に言うね、便利ボタンがここに来てデメリットになってるね。アイテム回収した方だけなんだけど。確かに声が。そんなことない。強がんなって、すでに一緒だったんだ。ここにさ、お金あんだよ、お金。パナムに頼まれ、バイオテクニカとの取引に躍起になってるのはどうして。全然報酬もいい。パナムはその仕事のことを見下してるから、もっと派手なことをしたい。だがパナムと違い、俺はこのクランの車に火がついてる。これ以上選択肢選ぶと多分失敗しちゃうから、ここから先は喋らないで。早めに頼むぞ。ほんのちょっとだけ。
レイパナムの車はどこかいな。あ、で、これが車か。はい、乗りましょう。よろしく。なんか会話あるかな。これ仲間たちか。サムがいないことにキャンプの人たちは気づくんじゃ。まあね、今出てったんだからな。あんたがいないことに笑顔で歓迎できなさそうだもんね。ラフェン支部の様子は、なんか偵察してるってこと言ってたよね。ラフェンの様子は問題でも起きそう。ナイト、ヒトシティでの生活が恋しくならない。ナイト、私も慣れるまで時間がかかった。私も友達がいたの。ラッキーってのがね。ジャッキー懐かしい。きっと気に入ったと思う。確かにこうパナムとは相性いいかもな。てか、なんだろう、なんで真横にいるのに通信機器で喋ってるような感じになってる。あれがコンボイか。たまらんねえ。そんなに気に入ったなら機関車の方をいただいたら。バシリスクは放っておいてさ。だな、そのまま101号線まで戻りゃいいってわけだ。それならソウルも喜ぶ。あれはコンビナート。準備はいいね。ミリテクのコンボイはナイトシティから基地まで行き、買い手と会うことになってる。途中にある踏切で襲うんだ。俺たちはってと、こいつ。質問は？機関車はどうやって動かすの？どうやってこれを動かすつもり？キャロルがハックするから大丈夫。キャロル、制御塔に侵入して疑似的な移動命令を出す必要がある。塔も使われてなさそうよ。これか、制御塔。なんとか取り掛かろう。はいはい。ノーマットたちと計画を話し合う。計画を話す。始まった。ノーマットと話す。2位。はい。じゃあ2位だから話そう。できることある？いや、話しに来ただけ。こんな古いテックの扱い方知ってるの？方はどこでもなんなの。塔の中にあるものを見たらきっと驚くよ。パンチカードを使ってたの。パンチカードよ。信じられる？パンチカード？パンチ、どういう仕組み？穴が開けられた厚紙よ。列の並びでコードを表す。穴の位置と穴の有無がひとまとまりのデータになるの。展示的なやつか。パナムのことで話がある。実はパンチカードじゃなくてパナムについて話がしたくて。どうしてここに来たのかわからないのね。そうみたい。パナムに頼まれたから。したかんの。パナムに戻ってミッチたちをたぶらかしてうまいこと味方につけたのに、それでもなおあんたを呼ぶなんて面白いじゃない。何が面白いの？会話終わり？会話終わり？はいはい。他の味方はここか。何してるの？何もして。一緒にやれて嬉しい。よろしく。ノムといつも哲学的な話をするの。ノムとうんちくを語るタイプ？子を産むのは目標と愛と夢である。返してる。本物の。もし失敗したら責任はパナムが取ることになる。じゃあこれ聞いとこうか。もし責任はパナムが取ることに。ことを俺たちがさせるわけなと、こいつは面白いな。パナムのことを俺たち家族より気にかけてるつもりらしい。パナムを利用してソウルを失脚させるつもり？前回はどうしてパナムの味方をしなかったの？あ、下クランを出た時どうして見捨てたの？こないだのはパナムがとんでもなくバカな真似をしたからだ。その時よりは成長してる？外の世界でいろいろと学んで賢くなった。戻るべきタイミングも分かってたしな。同じ場所にしがみついて言われたことしかできないやつよりパナムの方が何倍も役に立つ。それはソウルのことを言っているんだろうか。ソウルに着くかパナムに着くかでなんか分かれそうだな。あとはあれ、ボブか。最初に会った時とはえらい違いね。今じゃ彼に歯向かってすらいる。どういう心境の変化？もが正しいと気づいたんだ。調子はどう？こっちの調子はどう？最高だ。全部繋いだのに何も動かない。動きはするが不安定なんだ。V、スキャンできるか？右から3つ目のコンデンサーが壊れてる。どうだ、交換してみる。もう一回試してみよう。動く。それで治ったんか。ありがとうな、V。ジョブ更新。手伝おうか。手伝おうか。手伝ってくれるより他の入り口を探してみてよ。了解。力が上がっていればこじ上げれた。私は力はないので内側からかな。ここっぽいね。どう
り込んだの？こっちはやっとドアを開けられたのに。今からそっちに行く。裏が開いてたよ。アクションね。そうそう、それを上から見るとさ、運がどこにでも行けそうな気がして、自由を感じるとか、もっと単純にワクワクするの。まあ戻ります。ホワイグラさん、いらっしゃいませ。おはようございます。寝てないけど無理しないでくださいな。ただいまサイバーパンク2077の、ヒロインたちのサイドジョブを攻略中です。この人ヒロインの一人、まあ分かってなさそうな。これはここにあんのかな。これかな、かな。ダンボール、どれのこと言ってる。ありがとねー、つけたんじゃないんか。あ、パナムと話すになってなってる。その前に周りを見ましょうね。ファイル、なんだ、あ、文字化けしてる。なんじゃこりゃやめるって本当みたい。これか。じゃ、こんなところにコンドームが。あ、パンチカード使用方法。取れなくないか。エアコンのこと聞くんじゃないよー。まさかこんなところで使っていた。きっと水を入れていたんだな。カード見つけたよー。あった。サイバーパンクですから。なんだろう、その言葉を使えば何でも OK になってしまう。あったけど、どうすんの？取り機に入れて。V、カードを読み取り機に入れて。ね、はーい、これね。さて、どうなるか。うまくいった。動いた。あ、ジョニー。おもちゃみたいだな。なるほど、便利な言葉。サイバーパンクですから。悲しい？心配事でも？心配事？うん。でもコンボイのことじゃない。じゃあ何？自分から頼んでおいて、聞くのは変かもしれないけど、なぜ来てくれたの？パナムにとって大切なことだから。ただではやらない。私信用できないっていうの。一番上かな。とりあえず知りたいことは全部わかった。あんたを紹介してくれたお礼にローグに花でも送ろうか。そんなタイプじゃないでしょ。カードにこう書くの。親友をくれてありがとう、クソババアって。そうこなくちゃクソババアは変わらない。うん、ここで言うクソババアはあのパクさんのね、声優のパクさんが声を当てていたキャラですね。ジョニーとも知り合いの。クソババア、サイバーパンクですから。何でもつければいいと思っているな。でも、サイバーパンクなクソババアって、なんか相当ヤバそうな。うちは監視してるの。こんな感じです。お、ソウルからメッセージが。全て計画どうちにしろ教えない感じだね。お前らの間で何が起きてようと知ったことじゃない。スパッと質問に答えられないのか。あいつを見かけたら俺が探しだと伝えてくれ。このゲームやってるとクソババアとか口調が悪い生活になりそう。確かに結構みんな口悪かったりするから。むしろかっこいいだと。結構あの日本要素もあるからね。あの大阪のおばちゃん的な人もいるしね。ここの部屋見てないな。ドクタークレハ的な。ああ、それは確かにかっこいいかもしれないね。一度座って深呼吸でもしたら全て予定通りだよ。ジュディから連絡が来てる。なんだろう、ドラクエしたら常にパフパフのことしか考えてないですけどね。にやり。確かにパフパフマスター目指してるからね、しおりさん。もしもし、調子はどう？元気よ。分かってるでしょ、元気よ。とりあえず何かあったの？こんな状況だけど楽しく過ごせた、あなたのおかげ。また二人で過ごしましょう。ただし血を吐くのはなしでね。男性得意分野なのに残念得意分野なのか。血を吐く。賛成しておきましょう。楽しみね。ともかく計画の詳細についてマイコからの連絡はまだよ。何か分かったら連絡する。了解。なんか海外特有の顔文字だよね。楽しみねの後とか。あ、姿勢チェックありがとうございます。はい、姿勢直します。3時になったので姿勢チェックね。1時間って経過したか。お、そしてキャンプをしている。この感じ FF15 でも見た。じゃああとは待つだけね。ソウルのことが心配って聞いてるね。聞いてみようか。そうそう、海外は横顔なんだよね。ソウルが心配この人ね、ずっとオーバーツを繰り返してる。それって誰？呼んだ。そうだね、さっきメッセージあったね。戦争から帰ってきた。新しいアイデアやら友達族に加わろうって言い出したんだ。スネーク。それが俺たちの生きる道だって。
ソウルはどうしたの？と思ってるって怒鳴りつけてた。1年間どんな仕事も任せなかった。いい励みになったよ、ありがとう。励ましはいらないんじゃなかった？戦争の話はあまりしないのね。戦争の話はしないのね。このメンツは戦争に参加してたのかね、この5人。ことがねえからな。ビッチはしてたよな。メキシコでパンツに送り込まれただけだ。あとは何週間も独り言を言うか社内の AI と話す毎日だ。ガイガーカウンターがピーピーうるさいからひたすら要素剤を飲むんだよ。あのクソ熱い動く棺桶に座ってるのを思い出しただけでケツに湿疹が出そう。それなのにバシリスクに乗るのは待ちきれないってわけ。そいつは別だ。スコーピオンに乾杯しよう。スコーピオンに乾杯しよう。少し眠ることにする。飲むと画面がね揺れるんだよ。歪むというか。少し眠ることにする。少しどこかな。そうした方がいい。コンボイが来るまでまだあるから。緊張で眠れなさそうね。何かあったら起こして。私は少し横になる。あんたの隣で星を眺めながらね。パナムにそんな趣味があったなんて。ひょっとして本棚に天体図でも置いてるの？もちろん。あれが北斗七星。その隣にある小さな星は見える？それは見てはいけない星なのでは。北斗七星の隣の小さい星は見えてはいけない星なのではないか。 あれどれだ。嘘、市長星が頭上に輝いてだよな。あれか、見えた見えた。北斗七星最後ちらっと映った。やば、よし来るぞ。準備はいい？北斗の剣以外で今のネタってあるんかな。ねえ、なんだろう、北斗の剣以外で聞いたことはないけど、北斗の剣以外でも北斗七星の隣の市長星ってあるんか。まさかだったの。海外版どうなってんのかちょっと気になる。あれ、配置について待機する。ここじゃない。あ、移動した。列車の後を追う。列車、こっちか。どう言ってるかわからない。シャツを切り離せば加速する。連結器を破壊して。てか、もう一個？どれだ？どれなんだ？ドローンが来た？これは味方側のドローンか？ミリテクのドローンだね。突っ込んだー。出たよ。パイロショート。北斗七星のそばの星ネタあるかな。セイントセイヤのアスガルド。オーディン編が双子であった気がするけど、どうだったかな。ああ、そうなんだ。セイントセイヤ、何何何何の話。なんか来てる。こっちもなんかいる。あれ、アルテカルドス、テディア、これ味方か。ロショート。オーバーヒート。じゃあまだやってるね。ブハックの餌食じゃー。バーコース。なんか破裂してんな、向こう。ちょっと、アイテム回収。アイテム回収させろ。どうも。いるね。回収回収。中身後で確認しよう。ここにもいた。さあ、コンボイゲットしましたね。トラックをノーマットのキャンプまで護衛する機関銃撃つシーンあるかな。たかうまくいくとはな。ロム言いながら寝ますね。はい、起きれたらドラゴンソードを見に来てください。おやすみなさーい。だな、今ここからが本当のお楽しみだ。さあ、何事もなくつけるんでしょうか。んが聞こえなくなった。やっと盗聴に気づいてコードを変えたらしい。できたね。さて、どうなるのか。俺から話そうか。え、ソウルがやってくるのか。ソウルと会う。あ、来た来た。他の人たちも来た、ね、これはどういうことだ。見ての通り、ミリテクのロゴがついたトラック。どれだけ目立つか想像つかん。ラフェンにいつ何時襲われるかって時にミリテクの心配までしないといけないんだぞ。うるさい、なんだっての。もういい加減にして。一生企業にこき使われたいならどうぞ勝手にすればいい。
それを見て昔思うたに襲われたらこいつで反撃するくらいの気概は見せてよね。バイオテクニカの件が片付いたらクラン全体で会議だ。お前の処遇についてな。それまで俺の目につく場所にトラックを置くんじゃない。でバシリスクは組み立てていいの？好き。俺のいないところでな。ボブとミッチは後ろのトラックを組み立ては OK なの？積み荷を下ろして。いい考えがある。おい肺活量ねってそこ褒めるとこかな。すんごい肺活量ね。ありがとう。あれほど叫んだのは子供の時以来だと思う。今でも全然出てた。優しいやつやん。なんだろう、諦めてるか口とは裏腹に一応安全策というかね、事前策を考えているのかもしれない。大丈夫？大丈夫、問題ない。ボートはすっごく面白かったし。また必要な時は声をかけて。必要な時はいつでも連絡して。 B、 もちろん連絡する。だからちゃんと出てよね。待ってるよ。それじゃ、これでひとまず終わったかな、サイドジョブ。一応今ねやったのがおそらくヒロインになるであろう二人のやつですね。ジュディの連絡を待つっていうのはこれが当ててるけど、そうサイドジョブだけど、なんだろう、メインヒロインだから、メインヒロインというかヒロインたちだからかもしれないですね。今のパナムとここのジュディっていう人ねはメインにも関わっていたキャラなんだけど、一応なんだろう、ロマンスのあるが待っているが最終的にあのクエストらしいんですけどね。まあ、とりあえずひとまずサウイドジョブ2つやったんで、いい加減ね放置中の竹村さんに会いに行ってあげましょう。行くのはこれか。あ、誰だねえ、あの裏でしかやる予定がない。あれ利用不可になってる。利用不可なんだけど、なぜなぜにどうしてこのエリアから出ないとダメ。なんで使えないんだろう。他にもね、サイドジョブいろいろあって、それもね、結構内容濃かったりしますね。レジーナ・ジョーンズから連絡が来てる。メッセージ。車かな。この車呼べるシステム欲しいわね、リアルに欲しいね。もうどこにいても駆けつけてくれるっていうね。しかも、ほんの数秒で。どうしよう、ここ使えないって言われたから、他の近場、ここまで走るか。ジュディから連絡が来た。タワー前に集合してくれる？じゃあ後で。断ることができなかった。やっちゃえ日産。もう電気自動車的なのを革新的に進めているよね、いろんな会社が。電気自動車じゃない、あの AI 運転か、自動運転の。どうなるんだろうねあれね、うまくいくんだろうか。おっとっとっと、正しい道はあっち側だって。あ、やばい、死ぬ。死ななかった、爆発するかとか。やれるとは思うけど、爆弾発生した時の怖さったらないよ。そうだね。だから海外でも、なんだろう、事故を未然に防ぐ機能がうまく働かずに人を引いたりとかってあったみたいだしね。150キロ超えた。この辺が限界か。150は限界っぽいな。しかし、やってみなければ進歩もない。まあそうだよね、確かに。ただなんだろう、今、特に問題になってる、老人たちのね、運転よりは安心かもしれないね。メガビルディングでいいかな。さあ、この竹村さんのイベントは一体どれだけかかるだろうか。人間の衰えはね、なんだろう。気をつけている。それで、補えないほどの衰えは、どうしてもね。何もしてないよ。何もしてないのに犯罪に巻き込まれた。犯罪者扱いだ。目の前を通っただけで。これだからサイバーパンクは。車よ、なんか遠いぞ。やばい、目的地に着いたのに。あ、でも終わったね。埋め込み型 CPU と SSD を開発しなければサイバーパンクだもの。そうね、あの脳の衰えを補うために。で、かなり上に行かなきゃいけないっぽい。この上？この建物でいい？引っ張らがるんだ。こっちじゃないっぽいな。こっちに行って、
エレベーターがどっかにあんの？下あっちに行けって言われてる。どういうこと？ルートがわからない。これか。これに乗ればいいのか。マーケット。はい、じゃあパトロールか。竹村が。今一触即発の条件ですよ。暴動を鎮圧するなら名前を一番ですから。来ましたよ。計画について竹村に尋ねる。はい。選択肢が出ない。ないぞ。って変え選択肢出ないんだ。あえて嬉しいよ、ゴロウ。なぜこの場所に？あらまあ。よりのぶが。これがどうしたの？伝統を重んじるタイプには思えないけど。式典がよりのぶの正当性を確かなものにする。なるほど。よりのぶは賢い。パレードを通して荒坂やその価値観との結びつきをアピールするのね。そして自らの正当性を。どこまでも抜け目のない男だ。ほんの伝統を利用することで。英明というと？これが私の力だ、愚民ども。背中に気をつけろ。担当直入ね。でもそれがどうにいい考えがある。どうか空を見るんだ。またかまた空か。確実にこの経路を通る。なんだかろう。え、上からそんなことできるの？群衆の前をどうかしてる。とりあえずそんなことできるか聞いてみよう。そんなこと。工業団地だ。準備もそこで進められる。施設に侵入して花子様がお乗りになる出汁を見つけ出し、そのシステムにウイルスを仕掛ければいい。そうすれば俺が乗り込む直前にお前がセキュリティを切ることができるだろう。乗り込むのは竹村。方法はそれなら可能かもしれない。キングは得意じゃない。あ、選べないわそれなら可能かもしれない。あれだったらいろいろとやり方はある。留守入りのチップがある。高くはついたが、チップを買った仲介人によると性能は確かとのことだ。どこで手に入れた？どこで。れなりにまともかもね。使い物にならなかったとしても私が何とかできる。本当か？そうしてくれると助かるチップを受け取る。歩きながら話そう。このチップを挿入するっていう行為は相手を信頼しないと。問題は誰も障害となる。手にアクセスすれば狙撃手の位置を手に取るように特定できる。お前が排除にあたり俺が位置を変えるという作戦だ。決まりね。なぜ私が汚れ仕事をってみよう。話は読めた。汚れ仕事は配置を交代してに飛び込み、はじめまして B です、とで知れている俺が行くしかないのだ。そうだな。父親の。早速下準備といこう。どれ。いいけど、その間あんたはどうするの？あれか、ビールでも飲んで一休み。違う。仕事中はさ、セキュリティールームに転入する。ここのことか。こじ開ける。入れないよ。入れねえ。入れない。竹村さん、入れないっす入れないんだけど、どうしたらいい？竹村さん開けてどうしたらいい？あれか、あそこからだな。こじ開けれないから頭を使うしかないらしい。転入成功。誰もいない。なんか株価チェック的なね。簡単に忍び込めたね。あ、これか。ソフトをインストール。あ、ここが勝手に開いている。システムを乗っ取った。コソドラには朝飯前を上にしとこう。言われた通りシステムを。荒坂工業団地への侵入はそう簡単にはいかないだろう。だがその話に移る前に。はい、何でしょう。お、寿司。おすすめはあるか。おやろう、あたかの犬にしては思いのほか役に立つかもしれんな。焼き鳥なのこれ池村は悪いやってはない。様子を見て決めましょう。一本だけらしい。同じ考えでな。出せた。美味しくねえのかな。この出汁にハッキングを仕掛ける始まったらお前が。そこは 2でいいんじゃないか。殺されるっていう選択肢も。食べる。ちょっと食べてみようね。 1.5 ってなんやねんってあれ数が減るぞ。一気に2個いったね。全部食べてから話そうぜ。残さず食べようぜ。これより無謀な仕事もしてきたし。無謀な仕事もして。手に強奪を仕掛けた以上に無謀なこと。でかなりハードルが上がっちゃったから。解散だ。警察に行くとするよ。あんたはこの町を知らない。手を貸すよ。つまり一緒に行けばいい。はい、ジョニーが竹村の心配をしている。では
共に動くに走る。それもらっていい？このままにはしておけない。トップが死んで対立が激化してるのね。トップが死んで激化してるのね。その通りだ。力関係は今どうなる？リベラル派の鳩は魔法娘もいるんだ。よりのぶを小規模な派閥も。娘はどっちの子供だ？よりのぶか花子か。よりのぶはどうしてそこまでして権力を。よりのぶ。サブローはなぜ事態を防げなかったの？サブローはただ指を加えて見てただけなの。綱を握ることはできたはずよ。サブロー様は強く厳格なお方だった。あれほど強い人間を俺は知らない。だが決定的な時に弱みを見せてしまわれたのだ。娘のためだ。頼信が子犬のように荒坂家に戻った時、もう一度機会を与えるよう頼み込んだのも花子様。頼信は花子様のおかげでそれまでの行いの報いを。ああそうだった。いやいやもうここまでね。花子にも罪があると言いたいの？どっちなんだろうね。まあ花子がかばったせいだってこともあるだけど、まあ、でも兄弟だもんね。ここまでね。花子が私たちを信じてくれればだけど。そこが問題だよな。両親というものがある。長いは無用だ。でも食えたものじゃなかったぞ。全部食べちゃったよ。全部食べたよ。まあなんだろう、ジャンクフード的な感じなんだろうね。庶民は食べれるけど、竹村さんどちらかというとエリートだからね。でもな、この B も荒坂社員なんだよな。元な会社に適した格好の場所を見つけた。エリート社員だったのにって。お、ここ？ここ？はいはい。敵いるけど、ガードがいるよ。あいつどうすんの？え、ほっとくのあれ？あれも人がいないようだ。え、さっきそこに人いたけど大丈夫なの？コロナと無人なのに電力生きてんだな。屋上アスレチック的な感じで登るかと思ったけど、エレベーター動いていてよかった。アイテムは情緒ね。そんなにナイトシティが嫌い。英語で言うところのホームシックかもしれんな。よし、それではお前は警備の弱点を探ってくれ。俺は陽動の方法を考えることにする。我々の計画を荒坂に悟られるわけにはいかない。ちょっとばかし騒ぎを起こして奴らの注意をそらしてやる必要がある。左から監視に準備はいいか。お、悪いけどピザを買ってきて。絶対怒られるだろ。ピザでも買って。ファストフードは食べない主義だ。さっき食べたじゃん。時間と材料さえあればおにぎり。ぼーっとしてたやろね。ここは原点に帰って。おにぎりの話が続いた。梅干しはサブロー。シンプルだがうまくて腹持ちもいい。あ、梅干しって腹持ちいいんだ。サブロー様真剣に召し上がっていらっしゃったものだ。サブロー荒坂がプロテインバー。おにぎりの話じゃなかったんか。真の戦士だ。食い物の話はこの辺りにしておこう。払ってくる。そうだね。今深夜の3時45分だからね。始めましょう。ねえ、こんな世界でも。って言ってもあれ、あれだよ、2077だから50年後だけどね。歩道橋。歩道橋は警備されてる。あっ、ここまで。50年じゃなくならねえか、あの強烈さは。そうですね。日本っていう国がなくなってなければかな。あれ何？僕が見つからなければ、そこを使おう。どう？あのパイプ。あのパイプが見える。ゲート足火が硬い。ゲートのそばにタレット。調べれるものと調べれないものがある。通信システム。通信システムを見つ。セキュリティハブ、あの建物の中ね。アンテナがある。調べられないのかな。外工作にうってつけ。あの変圧器。壁のそばに変圧器。そこから上に登れそうだ。ここから侵入ね。これは？あれはメンテナンス用のトンネル。道の脇にメンテ用トンネル。以上かな。レンジャーがいる。あとあっちか。何も出ない。通用庫は塞がれてる。重装甲のテンポよく喋ってくれ。定期的にトラックが来てる。定期的にトラックが来てる。ハイジャックする手もあるな。乗り込むってこと？十分でしょ。こんなところね。目的は果たせた。キプラザに乗り込む時もそう言ったのか。まあそう焦るな。しばらくここから監視を続ける。見落としがあるとまずいからな。
特におかしな様子がなければその時はいよいよ作戦開始といこうじゃないか。了解。じゃあ座って待つとしましょう。またレリックの不調が。動くな。ピザ買ってんじゃねえか。ファーストフード食べねえんじゃねえのか。この街じゃ珍しい。珍しい。あんまり見かけないんだけど。本当に鳥がいなくなって次は犬。猫は最後まで粘ってるみたいね。ケネコかもな。化け猫って？化け猫。霊を信じるの？してるの？レリックが死者との対話を可能にしたでは。ムヤカッパといった妖怪の話をよく聞かせてくれた。化け猫もそうやって知ったんだ。故郷が恋しい。出身はどこなの？千葉か。とにかくあそこを抜け出したい一心で。千葉県出身だった。やめておこう。私のことはもう忘れた。子供の頃だけが懐かしい。私が子供の頃は頃ね。私は夜になるとよく星を探したのを覚えてる。どんどん見えなかったけどね。チカチカ点滅するチャーターヒルのネオを見ながら出た。ガキの頃シャツを洗ってた運河に化学薬品の悪臭が漂っていたのを今でも覚えてる。時々企業の輸送車がスラム街にやってくるんだ。荒坂が子供たちを選別するのさ。ディンニーはどうなったんや。どうなったんだろうね。撤退してるかもしれない。軍用輸送車がスラム街に。輸送軍用の。そうだ。とうとすると今でもそうかもしれない。とうとう荒れてるんだ。どうして子供。どうして子供。兵にするためさ。手が与えられた1日3度の飯や才能があると見込まれた後は教育もな。どうやってサブローのボディーガードに。それでその下っ端の。おすごい頭良かった。特殊部隊での任務。サブロー様が直々に声をかけてくださったので得られた情報から最適な判断を下せる力。世界一の権力者にふさわしい性質であるとは。100人の候補者が整列する中サブロー様はそれぞれの魂を見極めもっと忠実に報ずるであろう一人を選び出されたのだ。なんか自分を持ち上げてるな。その見返りに荒坂の敵を殺してきたのね。食べるためなら何でもしないと。上かな。その見返りに俺が有しているとでも思っているのか。俺は自分の力を過信して楽な道を選ぼうとしたお前やお前の友達のウェルスとは根本から違う。あんたの手は少しも汚れてないって言うの。あんたの手は少しも汚れてないって言うの。汚れてない手などこの世に存在しない。問題はその汚し方だ。あんたはどんな風に汚したわけ。サカシャはそれまでの俺の人生に欠けていた生き身と誇りを与えてくれた。俺にとってこの事実以上に重んじるべきものはない。まあ、自分のために手を汚すのか他の人のために汚すのかっていう違いだろうな。誰もが企業の奴隷になりたいわけじゃない。別に文句を言ってるわけじゃない。別にありを見てみなよ。これがあんたの崇める企業が築いた素晴らしい世界。通りを指差しこの街の全てかのように批判の下で働く何百万民は彼苦しい生活をしてるのも企業に責任があるのよ。全ての問題を解決することはできない。現代人には厳しい問いかけような。まあそうだね。人が人として生活するための苦悩かもしれない。こんな話はもういい。ストリートのみんなは企業を憎んで、私が荒坂社員だったことを忘れてない。本当だよ。な夢の世界とは程遠かった。あの私は誰にも縛られず自由に生きてる。あんたもそうしてみたら。ここになりたいと思うこともある。世界を離れ何忘れてない思ったりするんだ。遅すぎることはない。ノーマットはそんな気楽なもんじゃない。まあね。何。俺たちはそれぞれ大切な人間を失った。そのことにケリがついていないから互いに衝突し言い争いになってるんじゃないか。勝手に決めつけないで。ようやく話が通じてきた。勝手に決めつけないで。何がわかるの。お前に一つ伝えるべきことがある。一緒にいたウェルズのことだ。どういうこと。俺がお前の捜索に出た時別の班はウェルズを探しに行き遺体を回収した。そう回収されてるんだ。どうしてそんなことするの。どういうこと。でも詳しい方法を知っているわけではない。ああソウルキラーか。ソウルキラーを使うということぐらいだ。ウェル
ズの遺体から記憶痕跡を取り出すことも可能だったのだ。損傷し不完全なものだったとしてもな。おぞましい連中だぜ。どこに保管されてるの？それが知りたい。今は一連託章だもん。いいか、俺たちもな。てかすごい気になってることなんだけどさ、俺ピザと一緒にさ寿司が並んでるんだけど、寿司温められてるんじゃないかこれ。そろそろ行動を起こす。ひどくなる。進行は止まらないから。思ったより食べんかったんかい。ファストフードは食べんと言いつつ出前は食べる。出前はいいのかな。違いが分かりませんな。そう、握り寿司もねあるんだよ。手巻き寿司もあるよ。なんだろうね、卵でしょ、エビでしょ、これマグロかな、これサーモンかな、これ分からんな。なんか軍艦っぽいけど細かいね。あ、ネギトロ、なるほどね。この可能性は確かにある。なんかウニかなとかちょっと思ったけど、ネギトロの方が合ってるかもしれない。はい、さて2時間経過しましたね。どうしようかな。普段はね2時間で配信終わってるんだけど、まあめちゃくちゃ中途半端だからな。でも霧のいいとこまで終わらせたいよなこれ。この後もちょっと長そう、っていうか侵入完了するまでがね長そうな気がする。またコンタクトする。あれ終わり。陽動は俺に任せておけ。陽動は俺に任せておけ。はーい。トラックを盗む。いいなってるね。このトラックどこじゃいいな。引かれた。超ゲームラー引くんじゃねえよ。ここで一旦終わりなのかな。竹村だよね。マップを見ましょうか。笑い事じゃねえよ。北工業団地に侵入するっていうのが、3つほどありますね。あ、トラックを盗むっていうのが、いいのものをやってみようかね。はい、というわけでね、一旦ここで終わっときましょうか。またこの続きは次回、やっていきましょう。はい、ワイギグラさん、最後までお疲れ様でした。ありがとうございます。最後までご視聴いただいた方々、ありがとうございました。コメントもありがとうございます。コメントいただいていた、マーボさん、しおりさん、イケさん、ワイグラさん、皆さんありがとうございました。また次回もよろしくです。現在、Twitch で生放送を行ってます。よかったらフォローお願いします。そして、そのアーカイブや各種動画は YouTube に投稿しているので、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。その他各種連絡や通知は Twitter で投稿してますので、Twitter のフォローもよろしくです。それでは皆さん最後までお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね。バイバーイ。